トゥザワールドは日本の競争馬である。馬名の意味は世界へ向かって。母のトゥザ・ビクトリーより連想。主な勝ち倉は2014年の野生賞。前兄に日経賞など重賞5賞。有馬記念3着2度の実績を持つ、同馬種、同級者のトゥザ・グローリーがおり、同馬も2014年の有馬記念で9番、人気ながら2着に構走している。 9月28日、阪神競馬場、芝1800メートルの新馬戦で、川田正宮美を安城にデビュー。前目の競馬となり、直線よく追い込むも逃げたバンドワゴンを捉えきれず、6馬審査の2着に敗れた。10月、京都競馬場での未勝利戦は先に抜け出した馬を、きっちり捉え、初勝利を挙げた。11月、京都の500万下条件、高では、 直線内から抜け出して2連勝となった。1月、3歳オープンの若駒ステークスは、直線外目から抜け出して3連勝。重症初挑戦となった3月の弥生衣では、直線抜け出して、追い込んできたワンアンドオンリーと、ゴール前で並んだ体勢になるも、花させして4連勝、重症初制覇となった。サツキ賞は、最後の直線で、 イスラボニータとの一騎打ちになるも2着に敗れた。日本ダービーでは、単勝オッズ3.9倍の2番人気を背負うが、後方からの競馬となり5番枠を活かせず、弥生賞と異なり先行した、ワン,アンドオンリーの5着に敗れた。秋は、セントライト記念から指導しイスラボニータの2着。喫下賞では2番人気に支持されたものの、直線に入った頃にはすでに手応えがなくなっており、 16着と大敗した。有馬記念では川田がエピファネーアに騎場するため、デビュー以来初めて、ウィリアム・ビュイックに乗り換わりとなった。末、足を伸ばし、9番人気ながら2着と、構想した。オーストラリアに遠征。3月のザ・ BMW に1番人気で出走。中段でレースを進め、4コーナーで大きく、外を回って、前に並びかけ、直線で、 ハートネルと並んで足を伸ばしたものの2着。続く4月のクイーンエリザベスステークスに出走したが、12着と、との負けに終わった。その後、右前足に、クッケンエンを発症。休養していたが10月19日に、所属する、キャロットクラブのホームページで現役を引退することが、発表された。引退後は、北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションで、種ボバとなる。 2016年から種ボバ生活を開始。初年度は128頭の種付け数を集め、2年目101頭、3年目128頭と3年連続100頭以上を推移した。2019年からン区がデビューし、5月15日のフレッシュチャレンジでクロスワールドが勝利して、ン区初勝利を飾り、7月7日の未勝利戦で、名称ナパワンが勝利して、 JRA 初勝利を挙げた。11月24日、ガンバルンが、黒潮ジュニアチャンピオンシップを勝利し、3区重賞初勝利を挙げた。ありがとうございます。